どうも、こんにちは、竹下敦です、今日はね、二子玉川で、この帽子を買ってもらいました、結構安かったです、なかなかね、このタイプの帽子買う方がいないみたいで、売れ残ってまして、結構びっくりな価格で買いました。これね、面白いんですよ。こういう風になって売ってたんですよ。で、これはこうじゃないだろうと思ってペロンペロンってめくったら、ちょっとスカレゲ風でしょよく言う人スカでね、やっとちょっとお金入りましたんで、このちゃんとした五線紙やっと買いました。これね、何枚入って、50枚入ってるのかな、入ってて400円ぐらいなんですよ。だからね、今まで五線紙印刷してたんですよね、譜面を。その紙代とインク代考えたら、紙買った方が早いなと思いまして、五線紙をね。で、先ほど師匠である、今波紋になってるんですけどレイ・アルフォンソ塩田さんからね、に一番でっかい五線紙買ってきたよって送りましたとこ、頑張ってってLINE でメッセージが来ました。なぜ波紋になったかというとですね、私こういうギブソンのレスポールジュニアとか持ってるでしょ。で、お前ね、最低50万円ぐらいのギター買えよって言われたんですよ。でね、いや、これ50万のギターは必要だと思わねえよって言ったら、お前弾いてみればわかると、50万円のギター、最低50万円だなって思うようになるぞお前って。お前もいい、僕ね、私49年間ギター弾いてるんですよ。49年間弾いてもやっとこんなもんですよ。そんなもんです。まあ、49年間もギター弾いてて、何度か俺のギター弾かせてやったけど、その時の演奏っつったら、お前相当にスーパーだったぞと。だからギターっていうのは不思議なもんで、その値段のものを買うとそれなりの演奏をするもんだ、自分じゃ気づかないだろうって言われて、いや、そうだったっけなと思って。今熱海に住んでらっしゃるんですけど、そこ行った時にね、スペインの、ホセ・カスティーヨっていうね、ギター工房があるんですけど、そこのギターがポッと置いてあって、触ってもいいって聞いたら、いいよ、お前のために準備してあるんだって言うから、くれんのかなと思ったら、弾かしてやるよって言われて、わ、ありがとうございますって弾かしてもらったんですけどね、めちゃめちゃ弾きやすくて、で、音もいいし、よかったんですよ、すごい。で、お前それ欲しいかって言うから、お、欲しいです、欲しいですって言ったら、したら100曲譜面書いたらそれやるって言われて、100曲書いたら、お前その前そのギター100万だぞって言われて、たった譜面100枚書いたら100万のギターやるんだから、1枚あたり1万円でお前の譜面を買ってやるって言ってんのと同じことだった。こんなにいい仕事があるか、簡単なことだ、100曲書けって言われて、その時、おお、書くよって言ったんですけど、意外とね、譜面ってね、僕らだとね、メモ書き的感覚なんですよ。忘れちゃうから、こちょいちょいって書いておくんですよ。それがメモ書きの譜面なんですよ。それとね、書道とは違うでしょ。だから、人に提出する譜面って書道な感覚なんですよ。急にね、適当なメモ書きだったら100枚ぐらいそれちょいちょいって書けるじゃないですか。でもね、ちゃんとした譜面を100枚書けって言われたらね、これできそうでできないんですよ。で、今ね、ボーカルのね、レッスン受けてる沢井先生からもね、竹下さんの書いた曲を一緒に歌いましょうって譜面持ってきてって言われたんで、書かなきゃいけないんですよ。で、メモ書きみたいな譜面をね、プロのボーカリストに提出するわけにいかないでしょ。だから、これはもうちょっとそろそろ思い越してあげなきゃいけないなと思って、譜面たっけんだろうなと思って、今日は楽器屋さんに買いに行ったら、安いんですよ。400円だったら普通のね、
紙買うよりははるかにもう5センチ書いてあるわけで安いじゃないですか。で、これだったら書けるかなと思って、まあ、今日からねぼちぼち書き始めようかと思ってます。で、ちょっとね高いギターと安いギターの何が違うかっていうのを分かりやすくちょっと説明しますね。これ私愛用しているオルフェスバレギターズっていうブルガリアのギターなんですけど、これはまあまあ庶民的な価格でホセカスティーヨのもはるかにもって安いです。例えばねこういうビブラートあるじゃないですか。よくギタリストがやりますね。こういう時にね私結構こう力が強いんですよね、弾く力が。でこうやった時にネックこの部分ね、この部分ネックって言うんですけど、指板ネックがねピーンってあった時にしなるんですよ。だから強くってできないんですよね。でもなぜか、師匠であるアルフォンソ正太氏のギターを弾いた時はで深いビブラートをかけられるんです。これなぜかなと思ってましたら、黒澤楽器さんのねお世話になってるんで、黒澤楽器さんで、まあ、遊びに行った時に100枚のギターそれはホセカスティーヨで50万円か50万円のギター弾かせてもらったんですけど、重いんです。まずずしっと重いんですよ。うわ木の芽が詰まってるなって感じで、もう重いんですよね。でうわこれは弾きにくいぞと思って普通にってやったら、もうね指板このネックがすっごくしっかりしてるから、ビーンバーンバーンバーンってやってもネックが負けないんですよね。ギター自体が負けない。全然俺まだ大丈夫だよ、音出せるよってやった時にね、やっぱりこのギターだとそんなに強くは弾けないんですよ。やっぱりある程度いたわってあげなきゃいけなくて、だからボサノバっぽいねこういうつまびく感じのにはちょうどいいんですけど、こう真剣にねってやった時のがもうねギターが負けちゃうんですよ。だからギターがかわいそうなんで、あんまりそういう演奏をしないようにしてるんです。フラメンコ的なねバチバチってなっちゃってるでしょ。ギター君のボールは無理ですっていう信号なんですよ。っていうのは、僕そういうキャラじゃないんですけどっていうギター君が言ってるんですよ。もっと軽くって信号を出してですね、スペイン人とかってすぐもうフラメンコなんですよ。オレイっていうね。ブルガリア人っていうとそこまで熱くないっていうか、もうちょっと軽いノリでギターを弾いてるみたいなんです。あんま下が売りは下でないんでよく知らないんですけど、ブルガリアのギターってねどっちかっていうとウクレレに近いんですよね、音色が。面白いことにでね、ウクレレもちょっと欲しいなと思ってるんですけど、やっぱりね、スペインのギターっていうのはスペイン人って結構力づくでジャーッて弾くんで、それに負けないようにやっぱ作るわけですよね。だからね、高いだけのことある。家具に似てるんです。高い家具にやっぱり高い家具って木の芽が詰まっててね、こうずっしり重くて、まあ、地震なんかあっても倒れてこないようなこうしっかりした100年ものちゃぶ台とかね、茶ダンスとかでしょ。ああいうのはやっぱりね高いだけのことあるんですよ。僕も作ってたんでね。だからね、ギター工房っていうのはやっぱいい木を選んで、
あのやっぱ木って寝かして100年ぐらいかかるんですよね、あのギターの使えるような木になるまでに。でもまあ 4,5 万とか10万ぐらいのギターだとそんなに時間かけてらんないんで、あの、まあ、寝かせる時間もね、あの放置する時間もそんなには長くないんですよ。なのでね、どうしてもね、あの弾き始めてからね、木がしなってきちゃったりするんですよね。だからまあいろんな方法でこう矯正してギター作っていくんですけど、自分でね弾きながら、だいたいあの出来上がり想像図みたいなのは分かるわけですよ。だこのあのブルガリニアのオルフェスバレーギターだと、そこまで強いねアタックにはやっぱり耐えられないなってのは分かるわけです。なんで次のステップに行くにはね、やっぱり最低50万円かけなきゃいけないんですが、今の状況で私にとてもじゃないけど50万円用意できるかって言うとできないわけです。ところがやっぱりね、アルフォンソはレイ・アルフォンソ小田氏はすごいのは、お前が持ってるギター全部売ったら50万ぐらいにはなるぞと。いや、ならねえと思うよって言ったら、お前の弾いてるあのギブソンのレスポールジュニアも相当値上がりしてるから、試しにお前見積もり取ってみろと、結構いい値段がつくぞって言われて、言うとそんなにあれ高くないよって言った。だってあれ限定日本に3本しか入ってこなかったから。でね、今プレミアがついてるらしいんです。でもそれをちょっと手放す気にはなれないんですけど、ちょお前エレキギターで食っていけるのかよって言われて、食っていけないんですよね、エレキギターじゃ。でもじゃあクラシックで食っていけるかっていうと、まあそういう道は準備されてるわけですよ。あのおかげさまで、あの、音楽出版社の方とかがねお話があったりするんで、待ってる人がいるのに、なんでそっちを売ってとっととあのギター買って稼げばまたエレキギター買えばいいじゃん。確かにね、おっしゃる通りなんですよ。でもね、なんか手放せないんですよね、そこがねダメなところかなと思うんですけど、でもまあね、それぞれの道みたいなのありますから、まあ、僕は僕なりでね考えていろいろやっていきたいと思いますが、残りあと何枚だろう。もうここのとこで40枚ぐらい書いたんで、あと残り30枚ぐらいだと思うんですけど、あと30枚書けば、100枚のホセカスティーヨが待ってるんで、頑張りたいと思います。YouTube の方もね、たんびたんび上げて、お耳汚し大変申し訳ないと思いますが、成長過程をね見てると思ったら結構楽しいコンテンツだと思いますよ。どんどんメキメキ急成長しますんで、ぜひね聞いてみてください。そして、ね、こういうおしゃべりの動画なんかもね、後になったらいい記念になると思うんで、ぜひ早めに、竹下敦史を楽しんでください。それではまたお会いしましょう。 See you soon です。